ガンンダムハンマーです、ね、あのガンダムハンマーっていうのはですねガンダムの兵器なんですけどもまあ簡単に言うと鉄の巨大なトゲのついた鉄の玉に鎖がついて反対側に取っ手がついてるんでこれをガンダム以前のロボットアニメでも似たような兵器はあったんですけどもガンダムほどですねリアル路線じゃなかったから別に兵器。 っていうか不思議じゃないんですね。ザンボット3ってアニメではザンボット3はですね。剣とか槍とか持ってたんですけども、さほど変じゃなかったんですよ。<laughs> ただガンダムでもですね。そろそろ変になってきた。しかしですね。ザンボット3の頃からそうだったんですけど、富の主義監督はですね。プロ。 職業人としてのアニメ監督といううにすごい誇りを持っている人でスポンサーの要求を全て飲むので有名だったんですねあの番組が始まる前アニメの企画の時にスポンサーの人のところに行って要求を全部言ってくださいその要求は全部入れ込みますっていうふうに言ってた人ですからでこのガンダムの時もですねクローバーという会社に行ってですね何が欲しいんですかとクローバーが出した条件は主人公のロボットは赤黄色で3機合体するっていう 分かりました。赤青黄色で3機合体ですね <laughs> とこれを3機合体というの中央部分が脱出用のカプセルになっててそれだけで戦闘機になるでその上下の部分は A パーツ B パーツというふうにアニメの中では呼ばせてで道具っぽさを出そうこれまでの3機合体だなんかこうゲッタロウだみたいな感じにはしたくないというこういうふうに乗り越えたわけなんですけどもその他、ですねクローバーが要求したのはですねこの当時 まあ、バンダイが始めた超合金という亜鉛、ね、ダイキャスト合金ですね正確にはアンチモニーっていいます、えー、鉛と鈴とその他添加物をいくつか加えたものをアンチモニー合金というふうに言うんですけども重くてずっしりして加工がしやすいとつまり型の中に流し込んだら溶かしたアンチモニーとかはだいたいね200度ぐらいで溶けるんですねアンチモニーってで型に流し込んだらですねすぐにまあまあ、あのー、おもちゃにできると。 というです、ね、優れものだったんですね。なのでこれまでのプラスチックが中心だったおもちゃの中にその金属の塊を入れることでずっしりした存在感ができると。で超合金マジンガーデットこう小さい本当に金属の塊みたいなプラスチック部品もいっぱいあるんですけど出たとでそれがどん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 合体ロボとかでできて巨大化していてですね割とこの合体メーカー全部を組み合わせたまあんでしょうねボックスの いわゆる dvd ボックスみたいにですね。いろんな武器セットみたいなのも発売されるようになったんですね。それがおもちゃ屋さんの主力商品になってたというのがガンダムの時代です。で、ガンダムもクローバー車というところからですね。その超合金というのはですね。バンダイがなんかこう1000倍特許みたいになってたんで予想はですね。なんとか合金とかいう風に色々言ってたんですよ。で、ガンダムもそのボックスが出てたんですけども、それを見たらですね。まあ、クローバーが要求したものがわかるんですけども剣ですね。振り回す刀。 あ銃撃つ銃あとですね,銃つ銃あとですね薙刀でトゲのついた鉄の玉であとんだろうバズーカこれだけのものを使いこなしてくれとまあプレイアビリティって言うんですけども男の方が買った時にですねそのボックスの表面が透明のセルファーになってて武器が全部透けて見えるわけですね。でこれを見たらうわかっこいいロボットこのロボット全部これ使うんだ で当然ロケットパンチも出るだろうと思ったらやっぱクローバーの超合金のガンダム <laughs> パンチも出るんですけどもさすがにそれは富野さんこうアニメの中でやってません。ただ今言ったですね刀銃薙刀鉄の弾っていうのはですねちゃんと真面目にですねガンダムのストーリーの中で出てくるんですね。でまあ剣はビームサーベルという形ですね。 これもあの刀出してくれて言われた時に富士さん刀って言われてですねリアルなロボットの中で刀出すのはどうすればいいんだろうそうだ新兵器として筒を出して筒からビュンとレーザーの光が出ればいいんだ銃は長距離攻撃用のビームサービビームライフル何あの連邦軍のモビルスーツは戦艦並みのビームライフルを持ってるというのかということでなんか特殊な新兵器っぽさで登場させることができましたでなぎなたはなぎなたって分かりますかねあの 棒の先に槍の先に刀がついてるやつなんです。槍みたいな穂先っていう小さい刃ではなくて子供が喜ぶ棒の先にでっかい刀がついてる状態が欲しいということで薙刀なたんですけどこれはビームジャベリンっていうですね。ビームサーベルを抜いてこっからさらに棒の部分がじゅんと伸びてその先がパッと広がって楓の葉っぱっていうんですかねあのそういうふうな光になるというふうなことでガンダムが薙刀なた持ってる感じになるんですね。 これも後にですねガンダムのあの整備してる最中にですねここのスイッチを切り替えるとっていうふうにアムロが言うとビームサーベルがヒュンとあの倉庫の中でですよ、ね、整備庫の中で伸びてその先に光がボンと出てなぎなたになる描写というのがビームジャベリンというものになる描写がちゃんと整備中に出してるんですね。 あとで,でですねガルマのガウ空中空母という飛行機と戦う時に縦にぐっさり刺したりして一応活躍のシーン入れて丁寧に丁寧に出してるんですけどもこのトゲのついた鉄の弾だけはですねなかなか使いにくいというふうなことでですね今回ですねアムロックはですねガンダムあバズーカを持って出撃します。でガンダムバズーカを持って出撃するんですけどガンダムバズーカって面白くてですね後ろに弾があのちゃんと装填されてるんですけども 毎回毎回、必ずガンダムがバズーカを撃つたびに、その弾がガシャンって、次の弾が装填する様子がアニメーションで現れて、そのたびに僕らは、残り二発しかない、残り一発しかないというのが、見てわかるようになっているんですね。それだけの丁寧な描写をしているから、ガンアムロがガンダムバズーカを持って出るたびに、 もう僕らも多分テレビを見ていた当時の少年たちもアムロバズーガはやめとけと。それは4発しかない,ないぞと。見てみろと。シャアをはじめモビルスーツ、空中、もう宇宙空間で5機いるのがお前見えねえのかと。5機いる的になんで4発込めてるバズーガ持って出るんだよって突っ込みしたいんですけども。ただアムロにしてもですね。 戦闘時間は2分だというふうにアムロの方も言われているんですね。なので、すごい長距離の戦いになるだろうから、接近戦の武器ではなくて、バズーカっていうのは自力で推進するロケット弾を撃つので、かなり遠方の敵を攻撃できるんですね。ものすごい遠くの見えないぐらいの敵を攻撃するのには最高の武器なんですよ。ビームライフルもある程度遠くまで届くんですけども、ビームライフルのビームっていうのは細すぎて、ほんのちょっと手元が狂うだけで、 なんだろうな敵に当たらないんですね。それに比べてバズーカっていうのは大体の精進で撃てばおそらく人工知能か何かである程度近くの敵にまで当たるような装置がついてるのです、ね、やっぱり遠距離で敵と戦う時はバズーカを持って出たいわけですね。ということでアムロ君はバズーカを持って出てしまったとあっという間に撃ち尽くすとそうなるとですねアムロシャアは「はっやらせるかそこだしまったバズーカのスペア弾が!」ということでなくなってしまいます「セーラさんビールマイライフをくれませんか?」 セイラが無理よライフルを発射することはできないわメカニックマンに聞いてみるけどということでそのあとちょっと戦闘がありますただセイラさんからやっと通信がありましたアムロ今はガンダムハンマーしか打ち出せないわアムロそれでいいです <laughs> って言うんですねこのガンダムハンマーしか打ち出せないわアムロそれでいいですっていうですねこの一見不要に見えるやり取りを一回入れただけでこの無理やりな トゲのついた鉄の玉っていうのがですね、どのような位置かっていうのがわかるんです。この富野さんの遊び心っていうんですかね、リアリティがない兵器を出す時に、ちゃんとプロセスを踏んで、ビームライフル、あんな危険なものをカタパルト打ち出すなんてできないわ。まあ、後にやるんですけども、その時セイラさんはそう思ったんですね。バズーガを打ち尽くした後、接近戦になっちゃったから、逆に言えば玉切れの恐れがないガンダムハンマーっていうのを、 まあ、使ってみようというふうなことになったんでしょうね。今はガンダムハンマーしか打ち出せないわそれでいいですというふうなことで、ガンダムハンマーを打ち出します。それが案外役に立ってですね。シャアの有能な部下の腹にゴツン投げてる。これがガンダムハンマーですね。<laughs> トゲのついた鉄の玉で言う本当にトゲのついた鉄の玉です、ね。これがガンと当たったらですね、シャアモビルスーツ核爆発を起こしちゃうんですけれども、です、ね。なかなか優秀な武器だとわかります。